皇居とは新宿区早稲田の森よりやってまいりました、早稲田大学踊り侍と申します。大変私事ではございますが、先日代替わりを迎えまして、本日の演舞が21代目踊り侍初の演舞となります。そのような機会によさこいの本場であるここ高知で演舞披露ができますこと、踊り子一同大変心待ちにしておりました。本日は2021年度演舞らしさを披露いたします。精一杯踊らせていただきますので、どうか温かいお手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。は、それでは侍参ります。現代に潜む心の影、これはあなたの物語。何も変わらない、ただの日常。私は私だと信じて疑わなかった。日常をひねはりして生み出す活動、反応があると何か安心する。満たされても満ち足りなくて、もっともっと求めてしまう自分がいる。ねえ、今日も認めてくれるよ。ねえ、待って、なんでいつもこんなじゃん。なんで、どうして誰も私のこと見てくれないの。もしかして嫌われてる。若者の心に深く刺す影、葛藤の末導き出した答えは、嫌われるくらいならみんなと同じでいい。知ってるんだ、孤独は怖いって。人の踊る時は踊れ、それが読むことあり。そこにあるのは何一つない無個性な集団。このままでいいの？隠した個性の隙間にかすかな光、ぎゅっと掴んで離さない。絶対に叶えたい夢があるんでしょう。超えたかったあの日があるんでしょう。なら諦めるな、立ち止まるな。ここがスタートだ。もう一度始めてみせろ。何するな、現状さえもどうしろ。21代目踊り侍、歴史を刻め。Ah!
when the clock has started. よさこい祭りに会えるように、ここのみんなが応援してます。頑張ってください。